皆さんこんにちは、リックスキックスです。最近もいろいろと購入品が溜まってきたので、そちらの紹介を一気にしたいと思います。まず一番最初に紹介するのはこちらになります。ミッドナインティーズの DVD になります。ミッドナインティーズは知ってる方も多いと思うんですが、俳優のジョナ・ヒルがディレクターなどを務めた90年代の中盤のスケーターを主人公にした映画になります。Amazon の方では1、2年ぐらい前からずっとこの英語版の字幕のなしのバージョンのこちらの映画が DVD でずっと売られていたので、こちらの方は先行して購入していて、字幕なしですでにこちらの映画を見ています。まあ、ただ別に英語は得意なわけではないので、内容の方は半分以上理解できていなくて、なんとなく雰囲気だけで見ていました。ようやく日本でも字幕版が発売されたので、今回こちらを購入しました。こちら通常版ではなくスペシャルエディションみたいな感じの DVD のパッケージになってまして、このようにシューズボックスを模した箱に入っています。まず開けると中の品質を追求するためにこのように新聞紙が丸めて入っています。広げるとこのような感じで A 字の新聞になっています。あとは T シャツも1枚付いています。T シャツを広げるとこのようなポートティーになっています。こちら映画の中盤で主人公がスケボーの練習をしてこけているシーンをシークエンスにした写真だと思います。で、またこのような缶バッジも入っています。あとこちらの方が日本語版字幕のついたディスクの方になります。でまたこのような映画のパンフレットのようなものが入っています。でそして最後に入っているのが、こちらのステッカーの方になります。スペシャルエディションでは、以上のような内容が入っています。続いて購入したのはこちらになります。ディアスポラスケートボーズの新バイオシスという DVD になります。で今回こちら通常版の DVD とコンプリート版というのが出ていて、コンプリート版だと通常の DVD 以外にこのように USB の中に映像が収められています。また袋の中にはこのようにブックレットが入っていて、この中に DVD とあとサントラの CD の方も付属されています。最近のスケート業界のトレンドとしては、いい映像が撮れたらサクッと編集してすぐにアップするというのが主流になってきているんですが、こちらの DVD はその対極にあるような感じの作品になっています。まあ、パッと見でもわかるかなり時間をかけて作り込んだ作品になっていて、まあ、その辺が今の時代だと逆に新鮮だと思うので、まあ、若い子にもぜひ見てほしい作品だと思います。でまた同時にこの新バイオシスの記念の T シャツもリリースされていたので、こちらの方も購入しました。個人的にスケートの DVD が好きで、その関連の T シャツなんかはかなり好きなアイテムなので、今回こちらも購入しました。続いて紹介するのはこちらになります。マンスの T シャツになります。こちらはかなり新しい取り組みで、スケートの映像を撮る前にクラウドファンディングで支援を募って、その支援額でスケートの映像を撮りに行くツアーを行って、そこで撮れたフッテージをその支援してくれた人にフィードバックするっていうような作品になります。私はその支援の中でも T シャツのフィードバックがあるものを選んで支援しました。映像の方は無事完成しまして、その作品の方はすでに販売されています。こちらの T シャツに関して言いますと、最初のクラウドファンディングで支援した人のみが手に入れることができる T シャツになります。続いて購入したのがこちらになります。ハーフの Y2K をモチーフにした T シャツになります。 Y2K っていうのがこの 2K は2000で、 Y っていうのはイヤーを略した Y になります。日本だと2000年問題という名前で知られています。若い人にはあまりピンとこないかもしれませんが、2000年問題というのはその昔パソコンなんかでは年号を示すときに1994年だったりすると、その1900の部分は省略してしまって94という数字だけで表現していました。ただそのままだと2000年になった瞬間に99から0という数字になってしまいます。でこの0になってしまうと何が問題かというと、コンピューター上は1900年になったと解釈してしまいます。するとどういう問題が起きてしまうかというと、例えば1999年の段階では銀行口座に1000万入っていたとしても、それが次の年0になってしまうと1900年と解釈されてしまって、1900年になってしまうとその人の預金口座は0円だよねって解釈されてしまうと、かなり問題になるなという話になります。その辺がいろいろなコンピューターできっと不具合が出るだろうって問題視されていました。例えばその中で大きいものだと核ミサイルが飛んでしまうんじゃないのかとか、そういう不安も出ていました。またノストラダムスの大予言なんていうのが1999年の話だったので、実はその大予言というのがちょっとずれてこの2000年問題のことなんじゃないのかなんて噂されることなんかもありました。
ただ実際どのような不具合が出てしまうかというのはその当時誰も分かっていなかったので、この2000年になる瞬間というのは少しこの辺の不安をみんな持ちながら迎えていました。ただ実際にはその当時エンジニアの方がかなり頑張ってこの辺の問題を解消したのか、そんな大きな不具合が出ることはなく2000年を迎えることができました。ちょっとそんな思い出が懐かしいなと思ってこちらの T シャツを購入しました。また背面にはアップルの広告でよく使われていた Hello という文字の E を取って Hell になっているバージョンのものが印刷されています。おそらくこのパソコンのシルエットからして、まあ、G3 の iMac か何かだと思います。で続いて購入したのはこちらのアイテムになります。ハーフのストリートファイターコラボのストリートファイターのボーナスステージをモチーフにした T シャツになります。まあ、いろんなブランドからスト2のコラボ自体はよく出ているんですけど、まあ、このドット絵の感じとか、まあ、あとハフっていうブランドとのコラボっていうのがまた熱いなと思って今回購入しました。でその中でもこのボーナスステージのモチーフっていうのは結構シュールだなと思って面白いと思ったのでこちらを購入しました。で続いて購入したのがこちらのアイテムになります。シュートグズの T シャツになります。こちらの T シャツはクリス・リンニクという人のイラストの T シャツになるようです。でパッと見イラストのテイストだったり色味なんかがすごい爽やかな感じで、まあ、いろんなテイストの人に受けのいい T シャツなのかなと思います。実際ヘッシュのインスタなんか見てるとかなり人気そうな印象があります。ただディテールをよく見ると、まあ、この顔つきの具合だったりとか、あとここのメッセージに、まあ、俺の犬とアイコンタクトを取るなみたいな結構強めのメッセージが書かれていたりして、割と音行儀のあるデザインなのかなと思います。ボディのカラー展開も結構豊富でいろんな色から選べるので、まあ、結構おすすめな T シャツになります。続いて購入したのがこちらになります。アディアススケートボーディングのゴンズの T シャツになります。こちらゴンズの顔写真とともに、ブレインウォッシュビクティムなんて書いてあります。直訳すると洗脳被害者みたいな意味だと思うんですけど、そのシーンのほどはちょっとよくわかりません。でこちらオリジナルのことはよく知らないんですが、昔のスラッシャーにゴンズが乗った時に着ていた T シャツのようで、まあ、そのストーリーが面白いなと思って今回購入しました。で続いて購入したのがこちらになります。クラムジーの血のパンになります。ちょっと太めで、裾にかけて結構テーパードがかかってる血のパンが欲しいと思っていたところ、こちらの方が、プライムの方の、セールになっていて、そちらで購入しました。ただそれと同時にそのパンツに合うような結構身幅の広めの黒の T シャツが欲しいなと思っていて、こちらのオンブレニーニョとフルーツオブザルームのコラボの T シャツの方が同じセールで2000円台ぐらいになっていたので、そちらもお得だなと思って一緒に購入しました。裾のところにオンブレニーニョのロゴが小さく入っています。また同じセールでこちらのナイキ SB のブレザー GT の方が4000-5000円ぐらいだったと思うんですけど、かなり安くなっていて、こちらのブレザーの GT っていうモデルがずっと気になっていたのでいい機会だなと思って購入しました。通常のモデルはこのようにミッドしか持っていないんですが、まあ、パッと見た感じでソールの感じとか、まあ、なんかいろいろアップデートされているようなので、実際こちらがスケートに履いてみてどれぐらいやり心地が通常のものと変わるのかっていうのはかなり気になっています。また機会があれば前回のオーリーの検証企画のようなことをまたやろうと思うので、まあ、その時にこちらぜひ試してみようと思います。また特別なコラボという感じのモデルではないんですが、このようにボックスの方はレインボーのボックスに入っています。続いて購入したのがこちらになります。ホッツリーマンとそのホッツのカードダス風のステッカーになります。こちら実際中身はランダムになるんですが、どうしても欲しい人1枚だけ書いてくれたら忖度しますっていうことが書かれていたので、このように戸枝君を指定しました。戸枝君を指定したためなのか、このようにジュニアファイヤーだったり北爪竜兵君だったりとかドブディープのメンバーにかなり寄ったアイテムを入れてくれました。実際購入したのは、ホッツリマン2袋と、先ほどのカードダスの5枚セットのステッカーのみなんですが、このように、ライターのおまけだったりとか、あと CD のおまけだったり、ホッツのステッカーもプラスで2枚おまけがついていて、結構お得でした。以上で今回の動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。